ハイハイレースが行われる会場はこちら、ふかふかのマットの上です。長さはおよそ5メートル。会場の触り心地を確認する赤ちゃんもいます。レースに出場したのは15人ほどの赤ちゃんです。手足をしっかりと動かして準備運動はバッチリ。やーい。さあ、こちらの赤ちゃんはスタートの合図と同時に這い始めた。隣の赤ちゃんも負けじと追いかけます。おっと、隣の子のおもちゃが気になった。まだレースは続いているぞ。そうしているうちにこちらの赤ちゃんがお母さんのおもちゃを取ってゴール。丸亀市のモービー丸亀では子どもの成長を見てもらおうと毎月ハイハイレースを開催しています。まだ8ヶ月しか経ってないのにこんな成長したんやなと思ってちょっと嬉しい反面、どんどんあっという間に大きくなっていくんだろうなっていう、ちょっと寂しいなみたいな。泣いちゃうかなと思ったんですけど、意外となんかすんなりと来れたので、なんか大きくなったなって思いました。大きくなったね。モービー丸亀は昨日でオープン1周年を迎え、これまでに延べ8万人ほどが訪れました。1周年を記念してキーホルダーなどを数量限定で配っているほか、2年目は大人も楽しめる施設を目指して様々なイベントを企画したいとしています。